どうもハーレのゆらです。今回は僕のアニオタ人生の7年間、どんなジャンルのアニメよりも一番大好きで一番面白いと思い続けているラブコメアニメを1週間本当にどれを外すか迷いに迷いながらもトップ10に絞ってランキングにしたので、今回は皆さんと一緒に共有していきたいと思います。なおこのランキングは僕の独断と偏見で選んでいるので不平不満は必ずあると思いますが、その点だけはあらかじめご了承ください。ただ本当に自信を持っておすすめできる作品だけを選んでいるので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。一応最後になんですが、クラナドと鈴宮春日の U2 は今回のランキングには入れておりません。この理由は話すとちょっと時間を取ってしまうので、気になる方はぜひ概要欄を一読ください。それではまず第10位から。第10位はゴールデンタイムです。こちらの作品は2013年に全24話放送された作品となります。主人公のタダバンリと容姿端麗でお嬢様の加賀高校を中心とするラノベ作品だと珍しい大学を舞台にした青春ラブコメディになっています。まあ、本当にリアルな大学生の恋愛模様が描かれているので、見ていてもハラハラするし、かなり入り込みやすい世界観になっていると思います。もちろん大学生の方にはおすすめなんですけど、中高生でも大学に思いを馳せて妄想することができるので、まあ、自分も実際そうでしたし、なのでぜひ大学生以外の方にも見ていただきたいなと思います。以上が第10位でした。続きまして第9位は変態王子と笑わない猫、通称変猫です。こちらの作品は2013年に全12話放送された作品になります。常にエロいことを考えている主人公の横寺陽斗と、陽斗に好意を抱いていて朝起こしに来たりとか、陽斗の変態発言とかにも冗談で返したりする筒隠し月子、この2人を中心とした爽やか系変態青春ラブコメディとなっています。本当に陽斗の変態っぷりがとにかく凄まじく、それに巻き込まれる周りの女の子たちがとにかく可愛く描かれていて、もう男からしたら夢のようなたまらない作品になっています。まあ、適度なエチエチなシーンもあるので、主人公になりきって夢の世界に行ってみたい方はぜひ一度見てみてください。以上が第9位でした。続きまして第8位は俺の妹がこんなに可愛いわけがない、通称オレイモです。こちらの作品は1期が2010年、2期が2013年と、あと別エンドなども合わせると全32話放送された作品になります。優しくて平凡な主人公の高坂京介に、妹の中学生で雑誌モデルもしている高坂桐乃は人生相談と称して萌えアニメや美少女ゲームが好きであるということをある日突然カミングアウトしお願いをします。でその中で様々な人間関係が交差し合い、涙あり笑いありの妹ツンデレ系ラブコメディとなっています。ザ・妹キャラという感じのツンデレなキリノは兄弟っていうのもあって本心をなかなか伝えることができないけど、まあ、徐々に2人の関係が縮まっていくその様子は本当にものすごく見ていて心に響きます。どんな人にもおすすめできるそんな作品になっているかなと思います。以上が第8位でした。続きまして第7位はやはり俺の青春ラブコメは間違っている、通称オレガイルです。こちらの作品は1期が2013年、2期が2015年と合わせて全26話放送された作品になります。友達を作ることを諦めてぼっちを極めようとしているひねくれ主人公の引き谷八幡と、校内一の才女であり才色兼備な雪の下雪乃を中心とした奉仕部という活動を通じて描かれるひねくれぼっちの青春ラブコメディとなります。八幡の呆れるほどのひねくれさと周囲を取り巻く数少ない友達たちとの絡みはめちゃくちゃ本当に面白いです。僕的には2期の後半付近で描かれるシリアスな展開は意外と心にくるものがありました。3期も放送されますので見てない方はぜひ放送までに見てみてください。以上が第7位でした。続きまして第6位は冴えないヒロインの育て方、通称サイカノです。こちらの作品は1期が2015年、2期が2017年と合わせて全25話放送された作品になります。アニメオタクで男子高校生の秋智也と主なヒロインである加藤めぐみ、霞ヶ丘詩羽、沢村えりりを中心としたヒロイン育成ラブコメディになっています。コミックマーケットで最高に胸がキュンキュンするギャルゲーを販売するために宿泊しながらもサークルとしてゲーム作りをしていきます。各キャラたちがここまでしっかり立っているラブコメ作品は他にはないんじゃないかなと思います。どのキャラもめちゃくちゃ丁寧に描かれていて、彼女たちのクリエイター面と恋愛面の2つの面でのもどかしさがもうほんとたまらないので、3人の美少女に囲まれたい方、クリエイターの熱い熱い裏側なんかを知りたい方は
ぜひ一度見てみてください。これを見るだけで何か創作したくなると思います。以上が第6位でした。続きまして第5位は五等分の花嫁、通称五等嫁です。こちらの作品は2019年に全12話放送された作品になります。成績優秀だけど借金を抱えている高校生の上杉風太郎は、ある日仕事として全員が落第寸前の5つ子の女子高校生たちの家庭教師を務めることになり、その中で勉学面や恋愛面、さらには家族関係など様々な葛藤や苦難を乗り越えていくという5人5色ラブコメディになっています。1話の冒頭が風太郎の未来の結婚式から始まり、みんな同じ顔なので誰かかはちょっと見分けがつかないんですけど、風太郎の将来のお嫁さんはこの5つ子の中の誰かなのです。この本当に先に未来の結末を描くというかなり斬新なパターンではあるのですが、これによって最終的にどの子がお嫁になるのかめちゃくちゃ気になるし、考察とかもかなり視聴者の間では展開されていて、とても先が気になる作品構成になっています。あとは5つ子がとにかく可愛いです。あなたの推しは誰でしょう？僕はちょっとこの原作の方を読み進めていたら選べなくなってしまいました。2期も決まってて今一番盛り上がってるラブコメだと思うので、見てない方は今すぐ見てみてください。以上が第5位でした。五等分なだけに。続きまして第4位、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、通称青豚です。こちらの作品は2018年に全13話放送された作品になります。主人公のあずさがさくたと同じ高校の先輩にあたる女優としても有名な桜島舞の身の回りの友達や家族たちが次々に思春期症候群という病に襲われてしまいます。さくたたちはそれに苦しみながらも徐々に一つ一つ解決していくという、なんかどちらかというとミステリアス寄りな青春ラブコメ作品になっています。キャラたちの心情の移り変わりが本当に細かく描写されていて、めちゃくちゃ丁寧に作り込まれているので、話の深いラブコメアニメが見たい方はぜひ一度見てみてください。あとこの青豚の著者の方とイラストレーターの方は全く同じコンビで、桜草のペットな彼女というめちゃくちゃ面白いラブコメ作品も手掛けられているので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。以上が第4位でした。続きまして第3位はトラドラです。こちらの作品は2008年に全25話放送された作品になります。目つきが悪いだけでヤンキーと誤解されてしまう高須隆二と、学校でかなり凶暴な存在として有名な愛坂大河はそれぞれ好きな人がいるので、お互いが意中の子と付き合えるように協力し合っていきます。ただその中で様々なすれ違いや面白い行き違いを起こしながらも試行錯誤していくというコメディ感のかなり強いラブコメ作品になっています。作画とか今見たら少し古く感じるかもしれません。僕も実際正直1年前に見るときはそう思ってしまいました。でも内容が作画の悪さなんて吹き飛ばすほど本当に面白いので、騙されたと思ってぜひ一度毛嫌いせず見てみてください。以上が第3位でした。そうしましたらここから1位と2位の発表の方に移っていくんですけど、この2作品に関しては賛否両論間違いなくあると思います。でも僕が一番心の底から愛してる2作品であり、他のランキングだとここまでの上位には取り上げられてない作品たちだと思います。それでも僕がこの2つをこの順位にした理由は、見てる人が少ないと思う作品で、何よりももっと世間に広まってほしいアニメたちでもあるからで、賛否両論あったとしてもそれでも僕はこの2作品がラブコメの中で一番面白いと自信を持って魂をかけて今回1位と2位に選ばさせていただきました。では早速第2位の発表に移っていきましょう。第2位は俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔している、通称脳コメです。こちらの作品は2013年に全10話放送された作品になります。主人公の天草奏は頭の中に2択以上の選択肢が突如浮かび、どんな内容であってもどちらかを選ばないと頭痛に襲われてしまう絶対選択肢という呪いを持っています。どんな変態な行動だろうが選択しなければならないせいで、旗から見たらただの変態でしかない行動を連発してしまいます。だけど学校の中でも特に個性的な美少女たちに好意を寄せられ、その選択肢や恋愛に苦悩しながらも高校生活を送っていく学園ラブコメディになっています。この選択肢の内容が本当にセンスの塊でしかなくて、例えばエロ本が公園に落ちててそれを拾って小さい子がいる目の前で
でエロ本の匂いを嗅がされたりとか、あとは急に女子高校生に変態な発言をする羽目になったりとか、選択肢の連続によって次々に振り回されるかなでたちはアホらしいんですけどめちゃくちゃ面白いです。あと物語のテンポもかなり独特でコメディ好きにはめちゃくちゃたまらないと思います。選択肢に邪魔されながらも恋愛をしていくかなでたちを見ていると本当にもどかしい気持ちになれるので、まだ見たことがない人はぜひ一度見てみてください。以上が第2位でした。そしたらとうとう最後第1位の発表です。第1位は僕は友達が少ない通称ハガナイです。こちらの作品は1期が2011年、2期が2013年と合わせて全24話放送された作品になります。主人公の長谷川小高はくすんだ金髪と転校初日の遅刻が重なって周囲にヤンキーと勘違いされてしまい、友達ができずクラスで一人だけ浮いてしまいます。だけど学年1位の成績を持つ三日月夜空かっこ友達がいないや理事長の娘でお金持ち、さらには巨乳で男子生徒にだけはめちゃくちゃモテる柏崎瀬名かっこ友達がいないなどは友達作りに励む隣人部という部活を通して恋愛したり青春していく残念青春系ラブコメディーになっております。小高が友達ができない美少女たちと残念な日々を過ごす中でちょっとした人間関係の変化や小高の鈍感っぷりがものすごく面白くて超じれったいんですけど、またそれがたまらない、そんな作品なのでラブコメ好きはぜひ一度見てみてください。本気で面白いです。以上が第1位でした。はい、とまあ一応こんな感じでランキングの方は終了なんですけど、最後にちょっとギリギリでランクインさせられなかった作品をタイトルだけご紹介していきたいなと思います。俺の彼女と幼馴染が修羅場すぎる、バカとテストの召喚獣、物語シリーズ、ゲーマーズ、評価、マヨチキ、政宗くんのリベンジ、これらの作品はランキングに匹敵するぐらい僕的に本当に面白いと思うし、正直ちょっとした好みとかによっても変わってくるとこだと思うので、機会があれば一緒にぜひ見てみてください。以上で全ての発表は終了になります。はい、いかがだったでしょうか。ラブコメアニメはどんなジャンルよりも一番面白いです。世界を変える力を持っていると僕は本当に信じています。この動画を見てまだ見たことのないアニメに出会えた方や、これを機に新しく見てみようって思った方が一人でもいてくださったら本当に嬉しい限りです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もラブコメアニメの情報などをたくさん発信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。それでは今日はこの辺でごきげんよう。